野球では打者が内野にフライを打った際、内野手がフライに触れた後、意図的にボールを落とした時に適用されるコイラッキューというルールが存在します。コイラッキューはワンアウトしか取れないプレーにもかかわらず、故意にラッキューすることで併殺打になることを防ぐためにあるルール。しかしプロ野球の試合では故意か過失かわからないギリギリのコイラッキュープレーをしてしまった選手が存在します。今回はそんなコイラッキューのプレーを4つほど見ていきましょう。鈴木大地。2016年9月2日に QVC マリンフィールドで行われたロッテ対西武の試合では、監督が猛抗議するコイラッキューがありました。この試合、西武は3回表に2アウト1・3塁のチャンスを作ると、エルネスト・メヒアのタイムリーで幸先よく1点を先制。一方のロッテも4回に1アウト1・3塁から清田育弘がセーフティースクイズを決めて1対1と試合を振り出しに戻します。その後両チームの投手陣が踏ん張り無得点が続き、試合は延長12回へ。すると西武は延長12回表にノーアウト1・2塁のチャンスをつかむと、カウントノー2から打者のメヒアがショートの方向へ低いライナーを放ちます。メヒアの放った低いライナーに対してショートの鈴木大地がしゃがみながら捕球を試みますが、このライナーを弾いてしまいました。その後足元に転がったボールをすぐに拾ってセカンドに送球し、併殺を狙った鈴木。ところが二塁塁審の津川はすぐに両手を上げて鈴木を指さし、コイラッキューを宣告しました。このコイラッキュー判定にがっくりとする仕草を見せた鈴木。さらにベンチからロッテ伊藤監督も飛び出し、審判に抗議する事態に発展します。その後しばらく伊藤監督の抗議は続きましたが、審判は鈴木の落球をコイラッキューと判断し、打者がアウトとなって走者1・2塁から試合を再開すると説明。結果失点にはつながりませんでしたが、猛抗議した伊藤監督は、コイラッキューなんて初めて聞いたわ、あんな速い打球でと、鈴木が速い打球を弾いただけだと強調し、審判に苦言を呈する事態になってしまいました。この鈴木のプレーはプロであれば容易に捕球可能な打球と審判が判断した落球、コイラッキューを宣告しなければ併殺になってしまうため、コイラッキューを取られても仕方がないと感じますね。高橋周平。2018年6月1日に札幌ドームで行われた日本ハム対中日の交流戦では、中日高橋周平が故意かミスかわからない落球をしました。この試合で彼がコイラッキューを取られたことを覚えている方も多いのではないでしょうか。試合が始まったばかりの1回裏に中日はワンアウト1・3塁のピンチを背負うと、打席に日本ハムの主砲ブランドン・レアードを迎えます。するとレアードはフルカウントから中日の投手柳裕也のボールを捉えましたが、打球はセカンド正面へのライナーに。しかし中日のセカンド高橋のグラブに打球が一度は収まるも完全に捕球できず、高橋は落球してしまいました。落球した高橋はすぐにボールを拾い、一塁を確認した後に二塁へ送球。ボールを受けたショートも二塁ベースを踏んだ後に一塁へ転送し、併殺が成立したと思われました。ところが中日ナインが3アウトでベンチへ戻ろうとする中、審判団はマウンド付近に集まり協議を始めたのです。その後審判団は高橋の落球をコイラッキューと判定し、レアードのみがアウトとなって2アウト1・3塁から試合を再開するとアナウンス。自身のコイラッキューを知らせるアナウンスを聞き呆然とする高橋。中日の森重和監督も審判団に猛抗議しましたが、判定は変わらず試合は再開されました。このコイラッキューを見たファンからは、落球した高橋が焦る様子を見せたことで、本当にコイ？これがコイなら焦った演技うますぎるなど、さまざまな声が上がる事態に。このプレーは頭脳プレーとミスは紙一重だと多くの人が感じさせられるプレーになったことでしょう。ネフタリ・ソト。2020年10月18日に横浜スタジアムで行われた DeNA 対巨人の試合、2回表に1点ビハインドの DeNA はノーアウト1・2塁のピンチを迎えます。すると続く打者大城卓海がカウント 1-1 から放った当たりはセカンド方向への弱いライナーになりました。ところがセカンドのネフタリ・ソトは真正面のハーフライナーを一度グラブに当てるも落球。ソトは落としたボールをすぐに拾い上げて併殺を狙い、二塁へバックトスします。しかしソトが二塁にボールを送る前に、二塁塁審はアウトのジェスチャーを行い、三塁に進んでいた二塁ランナーの田中俊太は二塁へ戻されました。その後長い二塁塁審から二塁選手の落球をコイラッキューと判定し、一・二塁でプレーを再開しますという説明があり、試合は再開。
ソトの小イラッキューで1、2塁に走者を残してしまった投手の上茶谷大河はその後なんとか後続を立ってピンチを脱することに成功し事なきを得ました。大城のハーフライナーに対して最初はグラブを下向きに構えていたソト、結果打球を取る直前で上向きにし併殺を取りたかったことから迷いが生じたことでエラーをしてしまったのです。しかし真正面のハーフライナーを落としたという事実は変わらないため審判に小イラッキューを取られても仕方がないと感じますね。またこの試合で外の小イラッキューを判定した永井浩一審判は審判員の技術の向上を目的に優れた判定を称え表彰する制度ファインジャッジ賞をこのジャッジで受賞しました。坂本勇人。2017年3月31日に東京ドームで行われた巨人対中日の2017年シーズン開幕戦では巨人のキャプテン坂本勇人が故意に落球した頭脳プレーを披露して球場のファンを驚かせました。この試合で彼が故意に落球したことを覚えている方はいらっしゃいますか。4点リードの巨人は4回表ノーアウト1塁の場面で中日の4番打者ダヤン・ビシエドを迎えました。その後巨人の投手マイルズ・マイコラスが投じた初球を振り抜いたビシエド、するとその当たりはショート方向へどん詰まりのフライに。そしてビシエドの打球を確認しながらゆっくりと交代して捕球体勢に入ったのはショートの坂本勇人。ところが坂本は簡単にキャッチできるフライをダイレクトキャッチすることなくその場から下がって打球がワンバウンドしてから捕球しました。その後打球をワンバウンドで捕球した坂本はすぐにベースカバーに入ったセカンドへ送球してワンアウト。さらに坂本から送球を受けたセカンドの中井大輔もすぐに一塁へ転送し打者走者ビシエドもアウトとなり併殺が成立しました。この併殺打は坂本が故意に落球させてはいますが落下している打球に一切触れていないため故意落球が適用されません。力のないポップフライで全力疾走しなかったビシエドが招いたこのプレーは坂本と坂本の意図を汲み取りすぐに二塁ベースに入っていた中井のトリックプレーとして語り継がれることになりました。坂本の頭脳プレーを見ると確実にアウトになると分かっている打球でも何があるか分からない限りプロ野球選手でも全力疾走が必要だと感じますね。プロ野球の試合で実際にあった故意落球のプレーがどれほど多いのかよく分かりましたね。故意落球は併殺を取ろうとして意図的に落球する意思がなくても審判の客観的な判断で容易に取れる打球であったかどうかが重要視されるルール。プロ野球選手であればフラフラと上がったイージーフライでも打者は全力疾走して野手は集中して待ち構えなければいけないということですね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。